テニス全豪オープン第13日、20日、女子シングルス決勝、大坂なおみ、日清食品6-4、6-3ジェイブレイリー、米国。女子シングルス決勝が行われ、第3シードで、世界ランク3位の大坂なおみ、23、イコール日清食品イコールは、第22シードで、世界ランク24位のジェニファー・ブレイリー、25、イコール、米国イコール26-4、6-3で完勝。2年ぶりの2度目の優勝を飾った。大阪は18年、20年大会を制した全米オープンを含め、4大大会では、決勝で4戦負けなしで4つ目のタイトル獲得となった。大阪は、第1セットの第1ゲームで2つのサービスエースを決めるなど好調な滑り出し、第4ゲームではブレイリーが2つのダブルフォールトを犯して先にブレイクに成功した。続く第5ゲームではセカンドサーブを狙われてブレイクバックを許したが、第10ゲームの15-40からコートギリギリに決める深いショットで活路を見出し逆転。ゲームポイントでは相手がチャンスボールをネットにかけ6-4で奪った。勢いに乗った大阪は第2セットは第2、4ゲームと立て続けにブレイクに成功。昨年の全米オープン準決勝ではフルセットの接戦を演じた相手を一気に突き放した。第7ゲームでは本大会50本目となるサービスエース。第9ゲームで40-0から中央へのサーブで相手のリターンがアウトとなり勝利。観客が入ったセンターコートでの大歓声に満面の笑みで応えた。